ジョイントクルーのニノです。今回のハウトゥーではエッジ方向への荷重、そして面方向への荷重、前足を回転を使う、この軌道上で目線が円の中心に行くように、しっかり力をためて右足スラッシュで振り向く、足元に返してリバース、前足を持ってきた。3中盤で、両足踏み切り踏み切った。シューターの井村ゆかりです。やっぱりエッジ方向だけでは対応できなくなってくるというふうに思ってます。うっしーこと臼井裕二です。より多くこのボードを絡ませるっていうことですよね。こんにちは、滝口正翔です。いろんな踏み方、いろんな荷重の仕方っていうのを、常にこう探って滑ってます。